千箱駅は北海道をたる支線箱2丁目2番5号にある北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は S11、電報略号はセに。事務官コードは13120。北海道で最初の鉄道として手宮駅札幌駅間が開通した際にこれに合わせて開業した北海道で最初の駅の一つである。 千箱海水浴場の最寄り駅であり、夏には海水浴に訪れる人々で賑わう。快速、エアポート、ニセコライナーは停車しない。所在地名より、二芯量で栄えたことによるは妙である。駅名の縁起の良さから入場券は人気を集め、10月17日の貯蓄の日には記念入場券が販売されていた。開業した当初から西辻仁太郎が、 酒まんじゅうを駅構内で立ち売りしていた。これは北海道で最初の立ち売りであるとされており、北海道における駅弁のルーツとも言われている。酒まんじゅうは戦後販売中止となるが、1998年に復活し、キオスクが2015年に閉店するまで販売されていた。2007年には期間限定で駅弁1000箱が販売された。 1976年の千葉湖駅と周囲750メートル範囲、左上が小樽方面、間に中線を挟む相対式ホーム2面2線、駅舎横札幌側に貨物ホームと引っ込め線を有する。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成相対式2面2線のホームを持つ。ホームの移動は、古戦橋で行う。 出口は北側。駅舎側が3番線で、札幌方面の列車が、向かいは1番線で、小樽方面の列車が利用する。中央の2番線にはホームがなく、星見駅発着の列車が折り返すために使用する。札幌方面発星見駅の列車は、一度あたり駅の2番線まで改装し、折り返し星見駅まで改装した後に星見発、札幌方面駅として運行する。なお、 星見駅が開業する前には、星置駅発着として設定されていた。1931年12月に建て替えられた、木造2階建ての駅舎が使用されている。社員配置駅。緑の窓口、自動券売機、自動改札機設置。1970年頃に駅員が手作りした1000箱が飾られている。縦58センチメートル。 1> 横1 4 0トル、奥行き4 6トルあり、かつてはホームの屋根から吊るされていたが、危険であると判断されて2010年6月に下ろされて、ホームの脇に飾られるようになった。小樽市統計書によると、近年の年度別乗車人員の推移は以下の通りである。1 0 0箱は石狩平野の北西端に位置し、石狩湾の砂浜が途切れる位置にある。 千箱駅は海岸近くの平地にあり、駅の南に続く山裾に市街地が広がる。駅のすぐ西に千箱川とその河口がある。駅の東には流路変更以前の星置川の名残の川が流れる。明治時代の初めには札幌に海から至る交通上の用地であり、その後も小樽と札幌を結ぶ中継点として栄えた。現在の町の規模は、 札幌やおたると被験できないが、それでも海岸から山の裾野まで市街地になっている。駅前に商店街があり、国道5号沿いにも商店が多く、工場もいくつかある。駅から東 1.5km に北海道職業能力開発大学校がある。ありがとうございます。